前回、数は一桁歳だと言っていましたが、実際は10歳でした。勘違いをしており誠に申し訳ありませんでした。勝手に8、9歳だと思っていました。設定はしっかりと確認し、わからなかったら断定的なことは言わないようにします。ではやっていきましょう。燃料となる巨大な魔石は世界に6個しかないのに、大量にフレームギアを生産することに意味はあるのか疑問に思うメイドのリコです。異世界はスマートフォンとともに、2、8話。前回、ようやく格納庫のバビロンを発見し、フレームギアを手に入れました。しかし燃料の元となる巨大な魔石は世界に6個しかない問題はどうするんでしょうね。その中の一つがありえないほど巨大で、何十機も賄えるほどの燃料を生産できるとか？それはさすがに無理やりすぎてゴミシナリオだからどうするのか気になりますね。さて今回は他国の第二王子が土下座までして、母親を助けてほしいと皇后に嘆願したところでした。なぜ文化も違う異国の人間が土下座なのかは不明ですけれどね。どのようなお話になるのか見ていきましょう。これよりネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。それでは、伊勢スマ7話のあらすじはこちらです。改めて自己紹介。この男性は第二王子、クラウド・ゼフリーニエ。母親は病気で隔離されているという話だが、実は宰相によって幽閉されているのだ。国王は宰相に逆らえず、逆らおうものなら殺されてしまう恐れがあるようだ。今回の縁談話は、結婚の発表とともに王位継承を行うためのものであるらしい。これはまずいと、西方諸国緊急会議を開くことに。宰相を失脚させ、クラウドを国王にすることに全員賛成。では、トーヤ君、あとは頼んだよ。ということで主人公はこっそりとリーニエ王国へと赴き、情報収集をし始める。という感じです。まあ、いいんじゃないでしょうか。私は全く政治についてわからないので、これが貴族社会文明の日常なのかしら？今回は全部政治絡みのことだったので、知識がないので話すことは全然ないです。ざっくりこの後の流れを言うと、母親を一瞬で助け、感動シーンのはずなのに全く感動できなかったり、実はザブンは国王の息子ではなく、宰相と王妃の息子であると判明し、ザブンが国王になったら王族は始末して宰相一族が国を乗っ取るという計画を隠し撮りされ、貴族を一堂に会して実は第一王子であったクラウドに王座を譲り、宰相たちは奴隷落ちして他国で肉体労働をさせられることとなりました。そしてスーは正式に嫁になりましたとさ。この1話だけでも映画にしたら結構壮大になりそうだし、山場もいくつかあったと思うんですよね。もっと政治について詳しく描写したり、母親についてもっと説明したり、救出作戦をチートを使わずしっかり作戦を練った上でバトルを織り交ぜて救出したり、失敗して窮地に陥るとかもあると面白いでしょうね。今のままでは全くもってつまらないお話でしたけれど、前回のコメントで色々と昔の祭りごとについて教えてもらいました。ありがとうございます。スーは公爵、つまり王族の一族なんですよね。かなり順位は低いですが、一応王位継承権を持っていることになります。その娘をめとるっていうことは、その息子は自国並びベルファスト王国の王位継承権を持っていることになります。これはまずい、将来かなりの確率で争いごとを招くでしょう。あと王族を人質に取っているようなものなので、取り戻すために戦争が起きる可能性もありますね。実際、スーを嫁にするってだけでバリバリ連合諸国が内政干渉してきましたからね。主人公も言っていましたが、そこまですることなの？主人公が穏便にって言ったからこうなったんですが、戦争になっててもおかしくはなかったわけですよね。それほどまでに王族を他国に嫁がせるというのは問題が大きいのでしょう、きっと。一般人の主人公は第一王女をめとってるだろって？それは両国は圧倒的な力を持つ主人公様に国を任せると決めているので問題ないんです。その子孫がどう王位を継承するのかは不明ですけれどね。国が割れるかもしれないですね。で、なんでそんな危険な行為を第一王子のザブンはやったのかってことですよね。
王族であるスーを人質としてベルファスト王国を後ろ盾にして国王になるとしているんじゃないかという推察がありました。でもまあほぼ確実に将来争いが起こるのは分かりきっているから無能であるのには変わりはないようですが、そういう説明が一切ないし利用しようという会話やら展開がないので、本当にそういうことを思って公爵令嬢をめとったのかなって思っちゃうんですよね。そうは見えないから、なんでわざわざスーを嫁にするの？ロリコンなの？って思っちゃうんです。別に国王に即位するために嫁が必要なわけでもないんだしさ、よくない？別に。わざわざ他国の公爵令嬢を嫁にする理由を明かすわけでもなく、結婚して箔をつけたいって言うんだったら、他国の公爵じゃなくって、自国の貴族の娘でいいじゃん、すげえじゃん。あ、そういえばどうしてクラウドがたった一人で結婚の返事を聞きに来たのか、来れたのかっていう理由は判明しませんでした。まあ、駒遣い程度にしか思っていなかったから一人で行かせたってことなんでしょう、きっと。よく最初は止めなかったですね。外に出したら何をするかわからないじゃないですか。兵士たちも市中に収めているっぽいので、護衛と称して見張り役として何人か同行するはずですけど、なぜ第二王子という地位のある人間が一人で来たのかわかりませんでしたね。あと、国の女たちをめちゃくちゃにするという座分に主人公がブチギレて銃をぶっ放しているのですけれど、婚約しているとはいえ、全く愛情表現を見せず、ただ付き合ってあげてるだけみたいな関係でそこまでなるのかは疑問ではありますが、切れるのはわかります。一応は大切な人ってわけですし、でもさ、斜線上のちょっと隣には国王がいるんですけれど、流れ玉が飛ぶ恐れもあるんですが大丈夫？切れるのは別にいいですけれど、場所を考えようよ。もしこれで国王に当たりでもしたら、それこそ国際問題ですよ。その国王ですが、宣言一つで国王の座って譲れるんですね。だったらもっと早い段階で座分に譲れたよね。最初に逆らい続けていたってこと？逆らえないんじゃないの？王妃となる相手を見つけてからじゃないと認められないなーってなんとか言い逃れてきてたの？30歳になるまでずっと？最初の味方をする貴族連中もいたんだし、そこから娘を連れてくるだけで済んだ話なのに。よく譲らずにここまで来れましたね。すごく頭がいいんでしょう。でも、いきなり、譲ります。今日から国王です。ってなるんですね。コメントによると、貴族たちと合議して承認を得たり、王太子として国王の権力の一部を譲として徐々に権力を譲っていって慣らしていったり、そういうプロセスがあったりなかったりラジバンダリのようですが、こんな唐突に国王に抜擢されちゃうのに驚きです。新国王として国家運営を頑張ってほしいですね。最後に、一番良かった点は、第一王女が出てこなかったことですね。今回の動画はいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままに話していきます。私に話してほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。メンバーシップもありますので、良ければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。また次回、感想を言いたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。